リンリン、ハローパラレール、リンリンパラレールのリンドです。はい、ということで本日はシェフィーさんの体重測定。はい、ということでね、7月本日は2日、7月2日の、体重測定やっていきたいと思います。はい、では本題入ります前に、もしよろしければこちらのチャンネル登録、高評価、 Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、よかったらフォローお願いいたします。はい、ということでね、毎月やっている、身体測定で、この間前回と前々回は生放送の中でやらせていただいたんですけれども、今日は、動画でやっていこうかなというところでございます。昨日生放送してたんですけど、昨日も一昨日もね、やるの忘れてました。はい、では前回までの記録はこんな感じ。はい、こんな感じでね、今記録をちょっとメモ帳に登録いたしました。前はホワイトボードに書いてたんですけど、ホワイトボードね、消したり書いたり消したり書いたりになるんで、全部メモ帳に登録しました。一応こんな感じでね、記録がずらーっと書いてありまして、前回6月2日、行って56センチの 875g でした。はい、では今回どれぐらいのグラム数になるか、まずグラムから測っていこうかな。シフィーさんから来たんだけど、ご飯じゃないよ。うん、ご飯じゃないよ。はい、ではグラム数から。あ、もうこれに入れるのあなた小さいね。965g ですかね。では7月2日体重が後になるんだけど、まず965g、もう少しで1キロなるという状態ですね。はい、では次に体調を測っていきましょうか。体調はでもそんなに変わってないんだな。ずーっと50いくつでありまして、そろそろ大きくなりまして、あー、ちょっと嫌がってるね。はい、ごめんよ。ここの頭の先端がここね。はい、 OK、 はい、この状態からここまでいけば OK、 ここまでいけば OK、 この状態からスーッとスーッと、はい、スーッと、うん、 OK、 うん、体調は変わらないね。56センチ。はい、56センチほぼ変わらずでした。やっぱそうなんだな、太くはなってきているんだけど、あれなんだね、大きさ長さに関してはそんなにってところですね。はい、一応こんな感じです。うちのサバンナモニターのシェフィーさん、まあ、あと昨日、おとついご飯食べたのもあるから、まあその分グラム数が増えてるのもあるかもしれないですけれども、うん、どもって感じだよね。なんかうんちビシャーってされそう。こんな感じで元気に育っております。もううちに来て1年経ちましたね。1年前なんてあれですよ、この子17センチの15グラムとかですからね。あ、1年前だと26センチかの50ちょっとが、今やもうそろそろ1キロになるんですね。尻尾怪我してるな。あ、まだまあ脱皮してるから大丈夫か。どっかに多分擦ったんだろうな。一応石とかがこうやって置いてあって、まあ、バスキングのね場所としてありますけど、あとお水は後で交換ですね。汚くなっちゃってるんで。はい、もうね、押し入れでこうやって暮らし始めて、早いことにもう4ヶ月ぐらいは押し入れで生活してますね、この子ね。うん、いい感じに育ってきております。ちょっとこの調子でね、体調管理とかをしつつってところですね。もうちょっと大きくは、こう長さとして、ね、なればいいなぁと思うんですけども、もしかしたらもうこれでマックスなのかな、この子はね。
この子は56センチぐらいがマックスかなというところですね。3月の末、3月の頭ぐらいからずっと55、55、56とかって感じなので、はい、1センチちょっと伸びたかなぐらいな大きさの変化なので、もう多分これがうちの子のマックスのサイズになるのかなというイメージでございます。はい、っていうところでございます。本日はね、こちらのシェフィーさんの、体重測定の話でございました。また近いうちに違う色のね、また動画アップしていきますので、よかったら、次回の動画もね、楽しみにしていただければなと思います。ということで、本日は以上となります。以上、リントーでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。